アトラスオオカブトとは、昆虫湖昆虫目カブトムシ赤に属するカブトムシの一種。フィリピン・インドネシアなど、東南アジアの低地に分布する。コーカサスオオカブトに類似しているが、やや小型で胸角が細く、頭角の突起がない。名前は、ギリシア神話に登場する世界を支える巨人アトラスが、由来でアトラス山脈に生息しているわけではない。個体数が多いことから、 外国産カブトムシでありながら、極めて安価で流通しており、大平タクワ型と並んで、毎年大量に輸入されている。夏場は、一般のペットショップや、ホームセンターでも普通に売られていることが多く、外国産昆虫の中では、最も身近な存在であると言える。ただし、大量に入荷されているため、大型個体と小型個体の選別をあまりしないため、雑に販売していることが多く、 中には国産カブトムシより小さい個体もいる。気象はオスもメスもかなり荒く、攻撃的でオスはよく戦う。幼虫も指を近づけると噛みつくこともあるほど。主観変異が著しく、オスの小型個体では角がほとんどなく、アッシュの判別も困難となる。また、そのような小型個体しか見られないアッシュもある。長いによれば、7アッシュに分類されている。 ありがとうございます。